ここ壊せないもんね。この辺から実は通れる。というわけでもなさそう。一応万が一みたいなことがないように全部丁寧に見ておこうか。これはないね。じゃあこっちからではなさそうだな。降りて。危ないでしょうか。まあ、いろいろ開いたから。まずはその開いていけるようになったところを、全般を確認するところからだと思うので、じっくり行きましょう。ダッシュー。ダメだ。ダッシュー。ダメか。てか、X 復活が早いな。ここは、ここを開けた上で通らないといけないと。これで下通って、この辺はなかったんだったっけ？あーん、あるんだ。あるけど今は通れないね。スーパーミサイルを取ろうという話だったけど、実は先にパワーボムが取れたりするのかな。さすがに違うかな。順番通りに行きそうだよね。回復。なんかどっかに隠されてるこれ。お、あった。マークがあったからね、なんかあるんかなと思ったら。ミニマップのアイコンはちゃんと見るべきだね。よかったよかった。うわ、暑い。ここでもない。なるほどね。ここも暑い場所。となると、やっぱりもうこの時点で上に行けるということだよな。あってて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 て、暗い方。登る。しかし、こいつら湧いてくるのが早すぎると思うんです。急に来るよね。痛い。ちょっと待って、暗いすぎじゃない？はい。ダメです。ん？え、ダメージ入るんだ、こいつ。それは知らなかった。逃げられた。それで、あ、え、もしかしてこれでさっきのことをやればいいのか。こうで、そういえばここ、なんでここ先に来たんだったっけと思ったけど、さっき通ったからか。だから、これで、こうして、あ、そういうことか。これで取れるようになるわけね。なるほど。砂漠空間。カゲロウ立ち込めてんね。この暑さは、もしかしてお前たちのせいか。この、体中を燃やしている君たちがたくさんいるから、暑いのかい。ファイヤー。 OK。 これはいけるかな。でもこの辺は涼しい。やっぱりあの青い赤いやつが原因だったんじゃないか。うん、とりあえずデータルームに着きました。やったね。これでスーパーミサイルをもらってってことか。R をしながら B。スーパーミサイルデータをダウンロードした。これって、普通のミサイルとスーパーミサイルを使い分けるっていうのがなくなった、もしかして。え？もうタイミングがいいんだよ、みんな。やめておくれ。これは普通に威力上がった感じかな？っているんですか？目の前にはいないと思いたいんですが。なんか音楽が不穏なんですが。いませんよね。怖いなぁ。あとこの上の空間めっちゃ怪しくない？俺の怪しくないセンサーが、とても怪しいと思うセンサーが、あ？バリバリだったんですが、これ。ん？気のせいか。
なんかここ穴開いてるように見えるんだけど。通れるわけではないのね。ああ、こっちに穴開いてたわ。こっちでいいんですか？とりあえず、導かれるままに進んでいこうか。こっちは通れないってことだもんね。え、この先いるんかな？おー、ありがとう。なんだ、セーブデータ、セーブルームに誘導してくれている優しい人なんじゃないか。SX さんのことを俺は勘違いしてたかもしれない。リチャージルームまで用意してくれてる。めっちゃ優しい人じゃん。え？でもこの流れ次ボス来そうじゃない？それはそれでちょっと怖いな。と思いきや？そういうわけではないよね。ちょっと待ってね。よく考えたらこれ、まずは、これの威力を試すべきだったね。やったね。これで壊せるようになってるー。オッケー、こういうことか。あの青色で頑丈なやつもちゃんと倒せるようになったよってことだね。いや、しかしミサイルタンク1個で、あれだね。スーパーミサイルの上限が増えるって考えるとなんかすごいお得な感じがしちゃうね、これまでの作品をやってると。だってスーパーミサイルを80発撃てるってことだもんな、これ。すごいね。あれ？よく考えたらここで補給させてくれるってことはこっちの方が危ないのか？え？ちょ。上の階で暴れないでください。なんだこれは。マンションあるあるか何か？収まったけど。てか通れないな。来ますか？ん？てかここ通れないもんな。この辺穴が開くとかでなければ。きついよね。どうだい？違うな。どっかから帰れる？この辺って穴開いてなかったっけ？通れないな。上の階層で暴れてたってことは？これもう一回こっち側行けばいいのかな？右側。おそらく暴れてるのは SAX だろうけど。うわぁ、もう。びっくり系気が苦手なんだって。いますか？なんか来そうだな、これは。いった！わぁ、ばばばばばばば。驚かせるんじゃないよ、だから。こういうことか。待って。いて。上に掴まれてない。あれ？危ないでしょうか。対策バッチリかよ。そして硬いぞ。あん？これは？こうか。あれ？違う。だいぶ暴れてますね。この真ん中に攻撃すればいいのかなと思ったんだけど、当てづらいのか。一応当てられはするっぽいね。いてて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 。ちょっと待って、めっちゃ当てづらいぞこれ。パンパンポンポンじゃないよ。火柱ー。お、いいぞいいぞ、結構効いてる。おやめー。リザーブできないよこれ。でも基本上で待ってればなんとかなる系っぽいな。やめて、逃げられない、危ない。くー、大事。オッケー。この火柱を出している間はダメっぽいな。なんか真ん中の筒を出して、そこからこの丸いのをボーンって出して火柱攻撃っていうパターンですけど。そう、この筒が出ている最中はダメっぽいんですよね。やめて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 。ここだ。ねん、よいしょ。当てろ。まだか。火柱、縮んで。火柱、くそー、火柱。ほら。あー、くそー、ガードされた。
ここだ。お、あとちょっとかな。2、3発だと思うんだけどな。あと交互に出るのやめろ、交互に出るのやめろ。あぶねー、ナイス回避。あばばばばば、食らいすぎですよ。痛い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 。ちょっと最初で雑に食らいすぎたっていうのは痛いね。もうこれ壊せない、壊せないね。どうだ、まだか、もうそろそろじゃないの。にゃーん、ガードしないで。パワーアップしたばかりのスーパーミサイルがなんかピョコンって弾かれるのを見るのちょっと切ない気持ちになるんで。アンキュー、はい、なっちゃ、危ない危ない危ない。上に掴んで、ここだ。え、待って、あーくそもガードのタイミングが早くてうますぎるこいつ。危ねえって、ここだ。どうだ、点滅してるよ。やったか、やったんですか。どうだどうだ、やめてやめて。お、わわ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 、やったっぽいな。これで、あ、これで上に行けるようになったのか。でもちょっと待って、これ戻れるんだったらリザーブしたいわ。すげえ食らったな。おお、でもなんとか初見の中ボス相手できて非常に嬉しいです。なんか横から一発最初に当たったのがあったな。何だったんだろうな、なんかあれのおかげで横から当てられるんじゃんみたいな勘違いで何発か無駄にしましたが、あれは本当にゼロ距離で当てて運が良かっただけって感じだったのかな。ともかく成功法としては上からあの真ん中のやつを狙えばいいという感じだったっぽいですね。なんというかこの一番最初訳も分からず苦労するとちゃんとした戦い方でもう一回やりたいなっていう感じになるのが面白いところですよね。これ進める？なんかこの空間が怪しいな。ちょっと先に見たいんだけど通れなさそう。まあ、いいや、一旦はスルーで行こうか。ここは？あん？ボムじゃない？スクリューアタックのようにも見えるけどマークが違うよな。なんだろう、強いボムがパワーボム以外にあんのか。あばばば、びっくり。そして偶然ここ開くし、いろいろ誘導してくるね。うん、あーん、これがいるのか。ということは右から回り込んで上の空間を使ってどうにかする系かな。おお、いいミサイル、パワーミサイルいいよ。この辺の敵だったら楽々って感じかな。いい感じじゃない。この下はあー、ここを開ける感じ。開いた。で一旦離脱してもうあれかな、パワーミサイルゲットしたから戻っていいよ的な感じだったりするかな。この空間が微妙に怪しいと思ってたんだけど、怪しいと思うこと自体は正解だったけど、何もなさそう。ん？なんだろう。ちょっと今の段階では判別がつかないので、一旦スルーで。あ、戻ってきたね。戻ってこられたんだったら、まあ、スーパーミサイルを手に入れるところまでやってこいよっていう話だったし、普通に帰ればいいかな。溶岩地帯に関しては今のうちには何もできないもんな。よし、では戻ろう。これで第4セクターに、セクター4に戻って、スーパーミサイルでできることをあれこれやって、っていう感じかな。おお、いいね。なかなか進んでるんじゃない？どうだ、ヤダム。今の進捗、素晴らしくないか？警備ロボット、ボックスに襲われたようだな。あいつ、ボックスっていうやつだったんだな。奴は完全に暴走している。今後襲われた場合は破壊しても構わない。君の安全を最優先とし、特別に許可する。本題に入る。レベル2の
セキュリティが解除され、セクター5とセクター6への移動が可能になった。へえ。え、もう行けるようになったの？このセクター1から6までが全部だと思ってたんだけど、もしかしてまだあんのかな？そして、両セクターには、すでに X が侵入したようだ。もや X の勢力拡大の阻止は困難になってきた。セクター5、ARC は超低温エリアだ。ワクチンの副作用で低温環境に弱い君は、足を踏み入れるだけでダメージを受けてしまう。ここはしばらく放置するしか手がない。5はダメと。本部は君のパワードスーツを、極寒や高熱環境に適用できるような組織変化を促すためのデータを開発中だ。完成の時は近い。転送され次第、ダウンロードすべきだ。しかし、過去に使用してきたデータルームはことごとく使用不能にされてきた。X の防衛本能の現れなのだろう。ああ、だから通れなくなってたのか。なんか扉、溶けてたもんね。そういった意味があったんだね。今回はセクター6、NOC のデータルームを使おう。セクター6は暗黒セクターと呼ばれている。暗黒。直ちにセクター6へ向かい、現地のナビゲーションルームで詳細を説明しよう。ほうほう。セクター6に行けばよいと。OK。理解できたよ。X は、そして SAX は非常に危険な存在だ。最終的に君は SAX を倒してくれるだろう。我々は君に全ての望みを託している。どんな支援も惜しまない。頼んだぞ、サムス。おお。この時点で、あれだね、その X の脅威に関して、一番目に見える形で、ん？やばそうなのが SAX ってことになってるわけだな。それを倒そうという話だね。サムスは計画に気づいていないだろうな。え？はい、問題ありません。よし、引き続き彼女の行動に注意してくれ。了解しました。何もう、急に未信なことしてくる。え？騙されてんのかこれ。これは、もう、弱体化してしまったサムスよりも、その前世紀のサムスの状態を擬態している SAX の方が便利だからそっちに乗り換えようぜ的な発想になってたりしないよな。いやでも制御しきれんだろう。さすがにね、この、とても麗しく美しいサムスさん本人を模倣することなど不可能に近いので、やっぱりオリジナルが負けるということはないと思うんですが、どうなんでしょうかね。SAX が、その本家本元のこっちのサムスを倒してしまっても構わんのだろう的なことを考えていたりするんだろうか。怖いな。だからこのアダムも何か裏があるってことだよな。本部からデータが届いた。バイアスーツデータだ。早速データルームに向かいたまえ。しかし厄介なことが起きたのだ。先にセクター5、ARC に侵入した X が、このセクター6、NOC に入り込んでいたのだ。その X たちは青色だな。今まで黄色っぽいのがメインだったよね。セクター5の環境から体温を急速に、体質を極端に変化させたのだ。その X を吸収してしまうと君は、体内から急激に冷却されダメージを受けてしまう。本能的に君への対抗策を身につけたのだ。それって本当に本能なんですかね。ちょっとデータ横流ししてませんかねってさっきの見ると疑っちゃうんだけど。しかし、バイアスーツデータをダウンロードすればこの問題は解決する。テレビショッピングみたいだな。しかし、このバイアスーツデータさえあれば、何の問題もございません。NOC のデータルームはここだ。バイアスーツデータのダウンロードまで。ブルーの X には無闇に近づくな。奴らが密集している場所に足を踏み入れるなど、もってのほかだ。だが、全く出会わずに済むことは不可能だろう。ルート上で山越えで出会ってしまった場合は、ビームを当てて奴らの動きをしばらく止めろ。その隙に振り切るのだ。理解できたかね？わかりましたよ。気をつけろ。敵は確実に君を狙っている。そして、このセクター6 NOC は、暗黒セクターの南東に非常に視界が悪い。注意深く進みたまえ。そういうことなの？なぜわざわざ暗くするんだ？その環境下で適応した生物の研究をしているみたいな感じなのかな？まあ、深海魚を明るいところで育てたりするわけにはいかないだろうから、そういう感覚なのかもしれないけど。とりあえず、リチャージを結構なんで進みましょうか。ん？これはもしかして、ん？硬い！倒せない！なんかこいつらを倒すと暗くなっちゃうのかなと思ったんだけど、そういうわけではない。お、この辺からが本番か。暗いね。開けまして、青色の
青色のエックスとやらはいるのかい？え？いったー！やめてー！ちょっと待って、自ら吸収されに行って、サムスを何とかしようって、結構、やばいよね。完全に特攻ってことでしょ、これ。やめて！やめて！あー、逃げる。どこだ？下の方って言ってたから、こっちじゃねえな。ということは、これ、むやみに行かない方がいいね。密集してるところに行くなど、言語道断とか言われてたもんな。ということはですよ。左でもないのかな。一応見ておこうか。密集してたら行かなくていいってことですよね。思った以上に。思ってた倍くらい密集してたよ、あれ。うわ、それはあかんやろ。どこに隠れとんねん。まさかこれも？あいつらが本能的に習得している。おい、あのサムス、めっちゃ壊せそうなものに対して敏感に壊しに行く性質あるで。箱の中隠れてたら壊してもらえるんじゃね？驚かせてやろうぜ、みたいな。ドッキリの企画とかうまそうだな。SX 主催。ん？違うな。進化した青色の X が主催するドッキリ企画。皆さんも振ってご参加くださーい。密集してる。さよなら、さよなら。あ、登るー。あ、あ、帰るな、帰るな、帰るな。ちょ、待ってくれよー、待ってくれよー。あれ？こっちじゃねえし。危険を冒してまで行ったのに、こっちじゃねえと言われる。なんということだ。X さん。しかも、擬態すらしねえもんな。直接取り付いてやろうぜっていう、その、強烈な感じがちょっと怖いよ。でもそうか、ビームで、こう、動きを止めろってそういうの言ってたな。なんで今思い出したんだ。こうだ。そうか、倒せないから、ビームで止めろというわけね。こうだ、こういうことだ。さよなら。行くしかね。え？うそ、ばばばばばばかー、やめてー、パージ。やられてしまった。Try again? くー。なんか、ここまですごい順調に来てたから、ノーデスイキーネかなぐらいの気持ちちょっとあったんだけどね。ダメでした。ちょっとね、ビームで止めるっていうことを思い出したのが遅かったんだよ。くそ、これ悔しいな。にん。何がにんだ、何がにんだ、お前。とりあえずこいつら全部倒してしまおう。この先青色の X 倒せないからな。この辺でちょっと倒す気持ちよさを思い出しておいてくれみたいな感じなのかな。 OK。 もう俺に油断はないぜ。早速ダメージ食らったけど油断はないぜ。青色の X は動きを止めてしまえばいいのさ。理解したかね。理解しているさ。青色の X の動きを止めながらダッシュで通り抜けなきゃいけないわけでしょ。なかなか厳しいぞ、あれ。これは、下行って、これは罠。俺はもう覚えている。これで、くそー、下のやつ壊してなかったのに。まさかいねえだろうと思ったらいるんかい。やってくれやがるぜ、マジで。どこだい？どこだい？いた！動きを止める。これで、はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これで行こう。これで、ダッシュ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 。オッケー。追いかけてくるのが早いよ。やめろ、やめろ。さよなら。ああ、よかった、エネルギータンク。やっぱ追われるのは怖いな。いるやん、近いところに。一回止めても、止められた恨みをなんか速攻で思い出してくるから怖いな、あいつら。道を開けろ、道を開けろ、道を開けろ。俺は、サムスだぞ。うん。よかった、セーブルーム。一旦ここで落ち着きまして、ふぅ。これで、この右側の方が怪しいんだよな。開くかな、これ。開かない。あれ、じゃあここは普通に行き止まりか。なんか道がどっかに続くのかなと思ったけど。なので、この下かな？この辺が壊れると見た。この辺が壊れると。壊れ、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 壊れない。
ダメやないか。ということはこっちではない？え、この部屋で何とかすんの？この辺が壊れたり。しないね。この X を動き止めながらここで探すのかなと思ったんだけど。というわけでもない。エネルギータンクの部屋に何もないという思い込みは捨てた方がいいかもしれない。意外となんか置いてあったりするしな。うそー。アイテムのある部屋に物を置い、なんていうの、道が続いてるパターン結構多いな。これまでの作品だとあんまりないパターンだったからな。まあ、なくはなかったんだろうけど。ちょっと意外性を感じるというか。びっくりしますわよね。あれ？帰らさ。怖いな、もう急に来ないでくれません？え？まさかこれ追いかけてくる？あ、まさか。パワーボーダー、逃げろー！あぶねえ、ちょっと。何やってんの、あんた。え？大丈夫？大丈夫？もう奥行った？奥行った？あ、行ってるね。はあ。ちょっと、ごめんなさい、見つかりました。さよなら。ぐわー、まだいたんかい。もう、ビビったわ。っていうか、あそこに穴開いてるなんて思わなかったわ。